試験に出る知的財産権の用語。おはようございます、マサルです。今回は知的財産権にまつわる用語を一緒に勉強していきます。早速今回の問題にチャレンジしてみてください。 IT パスポート令和4年問い14。市販のソフトウェアパッケージなどにおけるライセンス契約の一つであるシュリンクラップ契約に関する記述として最も適切なものはどれか。あ、ソフトウェアパッケージの包装を開封してしまうと使用許諾条件を理解していなかったとしても契約は成立する。い、ソフトウェアパッケージの包装を開封しても一定期間内であれば契約を無効にできる。う、ソフトウェアパッケージの包装を開封しても購入から一定期間ソフトウェアの利用を開始しなければ契約は無効になる。え、ソフトウェアパッケージの包装を開封しなくても購入から一定期間が経過すると契約は成立する。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は、あ、ソフトウェアパッケージの包装を開封してしまうと使用許諾条件を理解していなかったとしても契約は成立する。これがシュリンクラップ契約に関する最も適切な記述です。それではシュリンクラップ契約について解説していきます。シュリンクラップ契約とはソフトウェアの購入者が梱包を開封することで使用許諾契約に同意したとみなす契約のことを言います。シュリンクラップとは商品を覆っている透明なフィルムの包装のことを言います。開け口の場所がわからなくて困った経験皆さんもありますよね。あれがシュリンクラップです。そのシュリンクラップを開封すると使用許諾契約という著作権だけでは取り決めることができない利用者との契約に同意したことになります。ちなみにソフトウェアはいろんな状態で売られていてシュリンクラップで包装されていないソフトウェアもあります。その場合使用許諾契約をどのように結ぶかというとインストールをする前に使用許諾契約を画面に表示して同意するボタンを押してもらうことで同意したことになります。このようにクリックして使用許諾契約に同意する契約はクリックオン契約と言います。では先ほどの問題見直してみましょう。市販のソフトウェアパッケージなどにおけるライセンス契約の一つであるシュリンクラップ契約に関する記述として最も適切なものはどれか。正解はあですね。ソフトウェアパッケージの包装を開封してしまうと使用許諾条件を理解していなかったとしても契約は成立する。こちらが正解です。少し余談ですがシュリンクラップ契約の有効性は議論が分かれています。シュリンクラップを開封するというのは契約に同意したという意味ではなくてソフトウェアを取り出すための行為だと考えることもできるのでちょっとグレーゾーンになっている側面もあるようです。シュリンクラップ契約よりもソフトウェアをインストールするときにユーザーに同意するボタンを押してもらうクリックオン契約を採用した方がトラブルになるリスクを低減することができるという考え方もあります。では次にクロスライセンス契約について勉強していきます。こちらも問題に挑戦してください。 IT パスポート平成26年秋問い10。特許戦略の一つであるクロスライセンスの説明として最も適切なものはどれか。あ、自社にない技術を有する企業を吸収合併することによってその企業が有する特許を得ること。い、自社に不足する技術を補完して特許出願を行うために自社以外との組織との共同研究を実施すること。う、自社の特許を他社に開放しその対価としてそれに見合ったロイヤリティを得ること。え、特許の権利者同士がそれぞれの所有する権利に関して相互にその使用を許諾すること。どれが正解でしょうか。正解はえ、特許の権利者同士がそれぞれの所有する権利に関して相互にその使用を許諾すること。こちらがクロスライセンスの説明として最も適切なものです。クロスライセンスというのは特許権を持つ者同士がお互いに権利の利用を許諾し合うことを言います。特許権とは権利者が特許を受けた発明を一定期間独占的に実施することができる権利のことを言います。実際のクロスライセンスの例を探してみると2010年にマイクロソフトとアマゾンで包括的なクロスライセンス契約が行われたようです。マイクロソフトはたくさんの特許技術を保有しています。アマゾンはクロスライセンス契約を結ぶことによって割安なライセンス代をマイクロソフトに支払うことでマイクロソフトによる訴訟リスクをなくしています。クロスライセンス契約をそのままの文面で見るとお互いの特許を等価交換しているようなイメージができますが
実際には特許の強さに差がある場合も多く、いくらかのライセンス代を支払う場合もあるようです。では問題を見直しましょう。特許戦略の一つであるクロスライセンスの説明として最も適切なものはどれか。正解は A、 特許の権利者同士がそれぞれの所有する権利に関して相互にその使用を許諾すること。こちらが正解です。間違い選択肢も見ておきましょう。A、 自社にない技術を有する企業を吸収合併することによってその企業が有する特許を得ること。こちらは M&A による特許の取得です。 M&A というのは2つ以上の会社が1つになったり他の会社を買ったりすることを言います。 E、 自社に不足する技術を保管して特許出願を行うために自社以外の組織との共同研究を実施すること。こちらは共同研究契約の説明です。う、自社の特許を他社に開放し、その対価としてそれに見合ったロイヤリティを得ること。こちらは特許のオープン化戦略の説明です。では次に PL 法についても勉強していきます。 IT パスポート平成30年春問い35。 PL 法によって製造者に顧客の損害に対する賠償責任が生じる要件はどれか。事象 A、 損害の原因が製造物の欠陥によるものと証明された。事象 B、 損害の原因である製造物の欠陥が製造者の悪意によるものと証明された。事象 C、 損害の原因である製造物の欠陥が製造者の管理不備によるものと証明された。事象 D、 損害の原因である製造物の欠陥が製造プロセスの欠陥によるものと証明された。あ、い、う、え、どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は A、 事象 A が必要であり他の事象は必要ではない。 PL 法は製造物責任法とも呼ばれ、製造物の欠陥によって消費者に損害が発生した場合に生じる製造業者が負うべき責任を定めた法律です。 PL 法の対象は製造物です。製造物とは製造されたり加工された動産を指します。なので土地や不動産、物ではないソフトウェアなどは PL 法の対象外です。 PL 法によって損害賠償を製造業者に求める場合は、損害と欠陥に因果関係があることを証明する必要があります。例えば製造した自転車に不備があり利用者が転倒して骨折した場合、製造した自転車の欠陥によって利用者に損害が出たことを証明できれば賠償責任を求めることができます。それ以外の証明は不要です。もう一つ覚えておきたいのは、利用者に損害が発生しなかった場合は PL 法の対象外になります。どのような場合 PL 法の対象になるのか、そしてどのような場合は対象外なのかをしっかり覚えておきましょう。それでは問題を見直します。 PL 法、製造物責任法によって製造者に顧客の損害に対する賠償責任が生じる要件はどれか。正解は A、 事象 A が必要であり他の事象は必要ではない。事象 A というのは損害の原因が製造物の欠陥によるものと証明された。この事象の証明だけできれば PL 法の対象になります。それでは最後に復習していきましょう。 IT パスポート令和4年問14。市販のソフトウェアパッケージなどにおけるライセンス契約の一つであるシュリンクラップ契約に関する記述として最も適切なものはどれか。正解は A、ソフトウェアパッケージの包装を開封してしまうと使用許諾条件を理解していなかったとしても契約は成立する。これがシュリンクラップ契約です。次の問題いきましょう。 IT パスポート平成26年秋問い10。特許戦略の一つであるクロスライセンスの説明として最も適切なものはどれか。正解は A、 特許の権利者同士がそれぞれの所有する権利に関して相互にその使用を許諾すること。そして最後の問題、 IT パスポート平成30年春問い35。 PL 法によって製造者に顧客の損害に対する賠償責任が生じる要件はどれか。正解は A、 事象 A が必要であり他の事象は必要ではない。事象 A というのは損害の原因が製造物の欠陥によるものと証明された。この事象だけで PL 法の対象になります。それでは今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。これからも IT パスポートを通してもっと IT を好きになってもらえるような動画を頑張って作っていきます。2023年中にチャンネル登録者数5万人を目指して頑張っています。このままのペースだと2024年の1月10日に達成見込みだそうです。ギリギリ達成できないペースになっています。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンで応援していただけるととっても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。